超名車のもちとハルキとカイトとロセです。はい、というわけで、はい、今日はね、ウノフリップで遊んでいきたいと思うんですけれども、はい、はい、フリップとは何ですかね。そう、そこが今回のこのウノフリップの醍醐味なんですけれども、はい、今回ね、普段のウノにはないこういうね、フリップカードっていうものが入ってるんですよ。はいはい。で、これを使用した時に、もう山札、捨て札、手札が全部フリップ裏返ってこのダークサイドの手札に変わるというダークサイド搭載系ウノでございます。なるほど。で、基本的にダークサイドの方がもうダークです。カードの内容がライトサイドが思ってたんですけど、もうよりもものすごいね、強力なカードたちがいっぱい入っていまして、はい、まず1枚目こちらですね。プラス5、これはもうドロー5でございます。シンプルに。いや、きついね。ドロー4の上行ってっか。そうね。で、こちらダークサイドスキップ。ダークサイドスキップ。ダークサイドスキップ。はい。これ本来スキップはもう次の人の番を飛ばすんですけど、はい、これは自分以外の3人全員飛ばせます。やば。でももう実質自分の番になると。そういうこと。へえ。で、3枚目がこちらダークサイドドロー4。これはもうシンプルに、まあ、色を指定できて、うん、次の人はもう指定されたカラーが出るまで山札からカードを引き続けなきゃいけないって。えぐっ。そういうこと。でも最悪の場合もうドロー12とかまでいく。そんな出ないもう以上の3枚が主なダークサイドの新しいカードでございます。なるほど。ルール説明は以上でございます。まああれですよね、はい、例えばですけど、こうカードみんな持ってるじゃないですか、うん、で裏に書かれてるってことはみんなに自分の手札が見えてるわけじゃん。そう、そこの攻防ですよね。こう裏、今裏返すべきから。そうだね。そこが面白いゲームなんじゃないかな。さすが、ウノ評論家。ウノ評論家だったというわけで今回はダークサイドウノフリップで遊んでいきたいと思います。やっていきましょう。はい。それではウノフリップスタート。スタート。じゃあいつものようにモッチからのせに流していくという感じの順番でやっていきます。はーい。負けたら動画が上がった日から1週間目の下赤くするメンヘラメイク、まあ、ダークサイドメイクですね。ちょっと負けられません。学校が始まってるんだそうだ。いくぞ、俺のターン。ドロー爆弾2だしょぼいな。ターンエンド。ターンエンド食らえ。プラスワン。プラスワン。初めてじゃ。クライン。プラスワン。お、おお。ああ、プラスワン。本当にやだ。五三枚召喚。すごい。じゃあ行っていいですか。お。フリップ。おお。みよし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 。もっち、前のおでこは何のためにあんだ。あまりにも逆すぎる。いや、これ邪魔かなと思ったけど、思ったけど。ああ、ダークサイドの落ちがいる。で、のせから再開。八か。色替えだ。ちょっと待ってくれ。色覚が弱すぎて色がわかんねえ。そんなことある？でしか悪魔が召喚か。色を変えさせてくれ。何色だこれは。何色なんだ。何色なんだこれは。この色にしてくれ。紫だ、それは紫だ。かわいそうだお前は。紫だと甘いな。ダークサイドドロー4だ。うわあ。さあ、さっきピンクが多かったな。つまりエメラルドグリーンにしてやろう。さあ引け。これは出た瞬間終わりだよな。そうだ。出たー。2枚。なぜだー。なんで同じ。俺今2色しか持ってないんだよ。3枚。おい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 。4枚。きたー。ティミール全員飛ばしてやる。だがお前はその色を持っていないじゃねえか。もう1回飛ばせばいいんだ。そしてリバースゲンだ。だけ記号を持ってんだよ。悪いな、持ち。ああ。ジョークタイム。何色だ。オレンジ。ありがとうございます。ワンドロー。ワンドロー。
2draw 2draw 3draw 3draw 4draw 4draw 5draw 5draw 6draw 6draw 7draw 7draw 8draw 8draw 9draw 10draw 10draw 終わった終わったほぼ隠れ罰ゲームフリップフルカードを曲げるんじゃねそしてフリップラストの一枚がなんでだよそういうパターンもおいこれが4だからさ終わりだと思うやじゃあ色を変えさせてもらおう何色だ赤だそんな色はないあるわめちゃめちゃ流通してるわ企画がお前弱いんじゃないかあるわ見えるわうのは昔からな青緑黄色ピンクだ本当に信じちゃうじゃねえかよ赤を持っている投げるな色替えだ色だ緑だお前その選択を後悔するといい宇野上がりだあやばいやばいそして俺はトイレに行くあとヘが出たやばいやばいちゃんと焦るやばいやばいこれはちょっと待てそれはやばい本当にやばい改めて罰の重さを実感する人になることによって関係お前の返しやるあ、やばいダメだフリップフリップ人のターンかそうだ悪いな、カイトああ山札から一番来なさそうな色を指定するんだ、俺色だ感じろ感じろ感じろ青だ青青なんてねえんだよこれだあトゥードローあー出してくれフォードローくれよできるだけカードを減らさなければいけないふざけるななんでお前ら一枚ずつなんだないよしよしよし悪いなお前ら俺もないんだよしよしよしあーあーこれやばいピンクだピンクだとお前色を変えとけ色を変えうのだお前の番だぞないはいああ俺もないんだよし俺の番だよしこれだ聞かせてもらおうほら出せたうのあなんでないんだないこの絶対絶命すぎるやばいあーし悪いなお前ら並んでるふざけんなお前やめろふざけんなよーうのやばいやったマジ助かった本当にやばかったラゴだああざけんないいかいいぞうのだ勝つあおーい赤だ俺は絶対に負けらんねあっちだうのうわっ